こんばんは、入山明子です。9月12日土曜日、入山明子のつれづれ日記。今日はお元気にお過ごしでしたか？今日は土曜日、朝からテレタマ、FM チャッピ、YouTube、Facebook の生ライブと皆様とつながれる楽しみな一日でした。今日の FM チャッピーは久しぶりに和久井社長にも登場いただき、早速和久井社長の話が聞けてよかったと喜びのメール、お電話をいただいて嬉しく思っているところです。そして今日は朝からいつもご相談に乗りながらなかなか良い方向に向かないということで、今日は思い立って私の知っている医師に相談し、展開がまた変わって心配なさっていた方もお帰りになる時には胸の疲れがスッと取れた気がして、今日は良かったと遠くからこの入山の近くまでいらしていただいたこと、申し訳ないなと思いながらも良い方向に向かったのでほっとしているところです。皆様には元気でいていただきたい、そして何かお役に立てる時にはできる限り力を尽くしたいと思っています。今日も朝から久しぶりの方とお話もできました。ホットライン、電話相談、今もまだ続けています。何か辛いこと、そして困ったことありましたら入山までお待ちしております。さあ、それでは今日は謎なぞが途中で止まってしまった関係もあり、 YouTube の1位、Facebook の1位の方、また発表させていただきますが、謎々をやり返すという前代未聞のトラブルも起きました。またいろんな何が起こるか分かりませんが、一人でやるから味があって面白いと言われるぐらいに、この生ライブ続けていきたいなと思っています。さあ、それではお知らせです。9月の23日、中野ゼロホールにおきまして2回公演で、低地区レコードの所属女性歌手が集まってのライブがございます。こちらは服部ひろ子さん、西山ひとみさん、山口ひろみさん、湯浅みちるさん、入山明子と女性だらけです。ぜひお越しいただきまして、一席ずつ席は空いて密を避けながら感染対策を行ってのライブとなっております。9月23日、そしてその後の日曜日9月27日は入山明子感謝の集いです。こちらも感染対策はもちろん、皆様にお土産もご用意して、チケットは4000円、まだ皆様のご予約をお受けできる状況です。お申し込みお待ちしております。それではこれからまだ入山はもう一件お仕事に行ってまいります。また明日も元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。